ちは、ここです。今日は加藤泰造さんの優しい人という本を読んだので、ちょっとレビューしたいと思います。皆さん、優しい人ってどういう人だと思いますか？私は結構優しさとはって考えたことがあったんですけど、なんかググったりしてブログとかでこう探すと、大体が見返りを求めずに相手に何かをできる人とか、そういう風に出てくるんですけど、確かにそれはそうなんですけど、それってどうやってじゃあ分かるのとか、そういうことってなかなか分からなくて、どういう人が優しい人なのかっていうのが分かんなかったんですけど、この本には割とその精神的な部分、どういう心理で人は優しくなれるのかとか、冷たい人がどうして優しくなれないのかとか、そういうことがすごい分かりやすく書いてあって、結構優しさって奥深いものなんだなって思いました。なんていうか、例えば同じ行為をしたとしても、例えばばあちゃんに席譲ってる人がいて、一見同じ行為なのに、そこの動機に本当の優しさがある人と優しさがない人がいるんですよ。だから同じ席を譲りました、あの人は優しいですとは言えないんですよね。その人が本当に優しいかどうかって、その人の動機とか心の動きをちゃんと読み取らないと見分けがつかないというか、パッと見分かんないものなんですよ。だから意外と優しさっていうのは奥深くて難しいものだなと思い知らされました。で、結局彼の本ってこのどういう人が優しいのかとか、あとは怒れない人の心理とか、いろいろタイトルは違うんですけど、内容ってほとんど同じって言うと失礼なんだけど、その原因がどこにあるかってこう深く探っていくと、結局最終的に行き着くのは、自分でその人が自分のことを本当に認められているのかどうかっていうところに、問題の原因が大体そこにあったりするんですよ。で、そういうことができてない人が優しくなれなかったり、怒れなかったり、自分を見失ってしまったりとか、いろんな問題が出てくるんですけど、根本的には自分のありのままの存在とかを認められてないからだったりするんですよね。で、優しくなれない人っていうのは、なんで優しくなれないのかっていうと、そのどうしても動機が外からどう見られるかっていうところとかに行っちゃうからなんですよ。なんていうか、常に自分をそのまんま受け入れてないってことは、人の評価とか何か違う評価を軸にして自分を見ていることになるから、結構人にどう見られるかっていうのがすごい気になるんですよ。で、逆に言えば、そのおばあちゃんに席を譲った人が自分を認められてない人だったとしたら、今このシチュエーションで自分がずっとここに座ってたら、周りの人に冷たい人だって思われるんじゃないかっていう恐怖から譲ったかもしれないし、年寄りには席を譲るもんだっていう義務感が自分の中にあって、罪悪感を感じたくないから譲ったのかもしれないし、大体そういう動機になるんですよ。そうすると本当の意味でその人は優しい人とは言えなくて、その人のその他の日常のあらゆる場面で、その人はきっとそういうふうに判断して、優しい、一見優しいような行動をしていると思うんですけど、それは本当の優しさではなくて、そういう人って基本的にこう自分がどう見られるかの方がまず重要だから、本当に人に優しくってできないんですよ、そういう人。だからそういう人と付き合っていると、なんていうか、こう心が触れ合えないっていうか、そういう人と付き合うと結構しんどいっすよみたいな話とか、あとはそういう人に限って本当の優しい人とこう出会えなかったり、付き合えなかったり、身近に優しい人がいなかったりするんですよ。なぜかっていうと、その人自体が人の優しさというものがわからないからなんですよ。相手がなぜ自分にこうしてくれたんだろうっていうのを考えるときに、普段自分が義務感からやってたら、人の優しさが全て、この人もきっと義務感で
やってんだろうなみたいな思ったりとかして、人の優しさを受け取ることも、優しさを感じ取る感受性自体なくなってしまうんですよね、自分がそうやってやってると。だから結構負の連鎖じゃないけど、その本当に優しくない人って大体同じような価値観とか、その利害関係で成り立っている人間関係の中に生きてることが多かったりするんですよ。とか、じゃあなんで本当に優しい人っていうのは優しくなれるのかっていうと、その人自体が自分自身を受け入れられてるからなんですよ。自分のダメなところとか自分の悪い部分とかを含めて自分を受け入れることができてるから、人に対してもそういう部分を受け入れることができるっていう、まあ短い言葉で言うとそんな感じだったりして、でそのじゃあどうすれば自分を認めていくことができるのかっていうプロセスとかも書いてあります。例えばよく私自身がすごいそうだったんですけど、なんていうか夢があったとして、夢とか目標があった時にいきなりなんていうのかな、これでなんかすごい有名になりたいとか、いきなり突拍子もないところになんていうのかな夢が置かれたりとか、そういう人って例えば歌手になりたい人がいたとして、その人は歌手になりたいってずっと言ってるんですけど、本当に音楽が好きな人だったら歌手になりたいじゃなくて、その歌を歌ってる時自体が楽しいからそれで全て満足してて、いきなりその歌手になりたいっていう目標を掲げたりしないんですよね。どちらかというと歌ってるのが楽しいだから毎日歌っていたらこうなっていたっていう方が多くて、そういう風にちゃんと自分の本心から何かを楽しんでる人って本当に楽しんでるから、その楽しんでることをいちいちこうなんていうの目標にしたりとか人にこう証明したりする必要が全くなくて、ただそれをすることによって自分が満足していくみたいな。だから優しさもそれの延長線上にあって、自分が常に満足していれば人に何も求めないんですよ。なんていうのかな、例えばこれをしてあげたのにっていう人がいたとしたら、その人ってなんでそんなことをして相手がそれに気づかなかったり見返りがなかった時に怒るのかっていうと、その人が無理してやってるからなんですよね。でそのなんで無理したかっていうと、こう思われるかもしれないとかこう思われたいっていう心があるから、頑張って本当はやりたくないけどやったのにリアクション薄かったとか、なんかお返し来なかったとか、そういうことにそりゃムカつきますよね。自分が実際やりたくなかったけど努力してやったことだから、だからどうしても見返りを求めてしまうんですよ。もしそこで何も考えずに努力せずに、あなんかお茶入れとくかみたいな感じで入れといたとしたら、あいらんわって言われても切れたりっていうかムカッとしないんですよ多分。別にあそっかってそれだけだからっていう、なんかその自分がしたいからしてるっていうのがあるから、期待外れとかそもそも何も期待してないみたいな、あそうなんだって終わりみたいなとこあって、それって結構何にでも当てはまる、その職業でも本当に本心からそれ楽しんでてやってたら、別に人にこう認めてもらわなくても認めてもらう必要はないから、わざわざなんか言わないっていうか、自分はこんなにすごいことをしているとは別に言わないじゃないですか。でもやりたくないけど、そのこうしないとこう思われるんじゃないかっていう恐怖とかがあったりして、努力してやってると、それをこんだけやったのになんで認めてくれないのって逆にムカついてきたりするんです。だからこう過剰にというか、認めろよみたいな、逆にそういう感じになってくるんですよねっていう。だからこうタイトルとしては
優しい人について書いてあるんですけど、その根本をたどると結局人間っていうのはどこまで行っても自分で自分をありのままに認められて、自分の本心から好きなこととか本性で思ったように生きてないと、なんかどっかに歪みが出たり生きづらさが出てくるっていうことが分かる本でした。なのでなんていうかな、こうイライラしてる人とか、なんか期待を裏切られたみたいな、なんかムカつくみたいな人とかは、なんで自分がそうやって思っちゃうのかっていうところを考えてみると、そもそも人がこうしてくれなかったからじゃなくて、自分が自分の思ったようにやってなかったっていうところに原因があったりするんですよ。だから、そういうところを改めて考えさせられる本でしたね。個人的には優しい人ってどんな人かって一言で言われたら、相手がなぜそうしなければならなかったのかっていうことを考えられる人だと思うんですけど、それって心に余裕がないとできなくて、だから結局自分自身に満足していて心に余裕があるから人に優しくできるっていうところだと思うんで、結局人に優しくなろうと思ったら自分が満足してないと人にも優しくなれないっていう、まあ、それはよく言うけど、あ、そういうことなんだみたいな、全体的にすごい腑に落ちました。優しさっていうものがどういうものかっていうのについて、あとは結構幅広く書いてあって、あの人のなんていうのかな、見極め方っていうか、なんか一つおーって思ったのは、まあ、友達だったりなんか自分と関わってた人で、まあ、関係が今はなくなってしまったとしても、後々振り返った時に懐かしいなって思える人は心の触れ合いがあった人だって書いてあって、逆に言えば何の懐かしさも感じないかったなっていう関係性は、心の触れ合いがそもそもなかった関係なんだっていう風に書いてあって、あ、確かにみたいな、懐かしいなって気持ちになれる人は信用できる人だみたいな書いてあって、なんかこの加藤泰造さん自身が人をこの人は信頼できるだろうかって考えるときにはそういうところを考えてみたりとか、あとその人のなんていうの、周りにその人がこう心からというか包み隠さず何でも見せられる人がいるかどうかとか、そういうことを見るって書いてて、なるほどなって思いました。終わり。